さあ、まもなくヒーローインタビューです。お待たせしました。全国のフォークスファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは優勝マジック5となり、チーム7連勝に導きました石川修太投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。今シーズン6勝目となりましたけれども、お気持ちいかがですか？そうですね、いやもうここまで来たら気持ちだけなんで、まあ、中5とかいろいろ状況だったりありますけど、本当に気持ちだけで投げました。その気持ちで投げて7回無失点となりました。ご自身のピッチング振り返ってみていかがですか？ところどころ甘いところとかフォアボールとかあったんですけど、気持ちで乗り切りました。その気持ちが伝わったのか、7回にはチームがつないで石塚選手が犠牲フライで1点を取ってくれました。その点どのようにご覧になっていましたか？やっぱりここに来てこう大変な試合だったり、こういう展開っていうのはあると思うので、どれだけ自分の仕事に集中できるかというところで点を取ってくれた、打ってくれた石塚に感謝したいですね。1点差、その厳しい場面、オスナ投手、そして杉山投手が守ってくれました。帰ってきてくれたオスナ投手、そして杉山投手に関してはプロ初セーブとなりました。その点いかがですか？おめでとうって感じですね。明日からは福岡に戻ってホームでの試合となります。ファンの皆さんに一言お願いします。はい、今日もたくさんの応援ありがとうございました。一戦必勝でもう目の前の試合を勝ち切るだけなので、共に戦いましょう。ありがとうございました。今日のヒーローはチーム7連勝に導きました石川修太投手でした。今日は石川投手が7回見事なピッチングということ、今日ファイターズ敗れましたんでね、はい、マジック2つ減ってマジック5というところまで来ましたね。そうですね、はい、まあ、本当プレッシャーかかると思いますけどね、まあ、先ほども言ってましたけど、はい、一戦必勝というところだと思いますけどね、まあ、そうですね、まあ、石川投手も今シーズンはまあ夏場にねファームでの調整が続いて苦しい時期もあったんですが、ここに来てこの石川投手が戻ってきたというのは大きいですね。そうですね、はい、まあ、本当夏の苦しい時期に2軍で生活してる、それで調整してきたというのはすごく大きな戦力だなと思いますね、はい、本人から何でしょうね、こう今まで準備してきたことが最後発揮できていいんじゃないですかね、はい、ねえ、まあ、もちろん開幕投手も任されたことのあるピッチャーですからね、はい、もちろん